今日は、なんか、僕らのチャンネルに、ちょっと小娘が2人。ちょっと似つかわしくないね。うん。我々が一番、ちょっとこう、男臭さでやってるじゃないですか。まあそうですね。まあ、硬派なチャンネルとして、僕らやってます。なので、まあ、女子が来たからって、なんかデレデレするような。ことはないんだけど。ことはないですよ。前半俺ちょっと見てたけど、デレデレだったぞ。嘘。うん、本当？ということで本日のゲスト、なんと、超大物。超大物。よろしいですか？はい。急すぎる。急に。そしてさ、こんな斜面でやることじゃないんですよ。もっと上手いません？素人なんです。扱いが？扱いがですか？斜面。そこは、ちょっと雑。雑ですよ。扱い悪い。アイドルですからね。いやいや、ゴルフに、老若にゃんの関係ないですよ。言えてないの、それ。そう。で、今日は、こちら。ちょっとじゃあ、並んでください、お三方。鈴蘭さん。あら、にぎにぎしい、また。山内鈴蘭ちゃんと、毎度おなじみ、大ちゃん。ね。もう身内ですから、大ちゃんはすでに。大丈夫ですか、これ。いや、ちょっと俺が心配だわ、喋れるか。いや、視聴者は嬉しいですかね。いいんじゃないですか、たまには。まあまあ、そうですね。ぜひね、前半戦はもうすでに。前半3ホールは、鈴蘭ちゃんのチャンネルの方で、撮ったので、そっちのチャンネル、まだ登録してないっていう方は、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。優しい。やっぱ、ジェントルメンですね。そうでしょう。やるな。あれです、鈴蘭ちゃん。持ち上げちゃダメです。何ですか？照れ屋なんで。持ち上げた方が、ほら、ゴルフに影響あるかなみたいな。そうなんですよ。シャイなんで。いや、私が見る限り、ますます良くなってます。逆にね。そうだね。女子に慣れてきたんじゃないですか、女子には、慣れないのよ、本当に。本当あんま目見れない。もう輝いてた。私って、さっきバチバチに目合わせて会話してたじゃないですか。そうですか。キャラ作りだね。ということで、こちらの、まあ僕のチャンネルでは3ホール、撮らせていただきますんで、今、鈴蘭ちゃんにハンデ5枚、与えておりまして、状況は、戦況は。で、僕と、タイちゃんがパワープレイ、で、鈴蘭ちゃんが、ほにゃららです。ほにゃらら、オーバーということで。まあ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 、まあ、ハンデ戦でしょ？まだ大丈夫ですね。まだ1枚あれば十分ですから。なので、まあ僕のチャンネルとかでは、まあ対決なんですけど、もしなんか鈴蘭ちゃんが、なんか迷ってることがあったら、まあ質問していただいて。ちょっとレッスンも織り交ぜながら。まあ僕とタイちゃんがいるんで。なるほど。まあ少しでも何かを得て帰っていただきたいなと思います。ありがとうございます。ということで、3ホールよろしくお願いします。お願いします。4番パー4、430ヤードでございます。ドライバー縛りなんですよ。この CPG で。狭そうだね、なんかね。俺、回ったことないんだけど。CPG は、まあ夏場はあんまり来ないですけど、冬場はグリーンめちゃくちゃ速くなるんで。あ、そうなんだ。いい練習になる。すごい綺麗だしね。いいコースですね。ちょっと多分これ右目狙いだな。まあ突き抜けないっしょ。まあ突き抜けはしないですけど、ここはね、でもちょっと危険だと思う。だって300ですよ、向こうまで。ちょっとだから、少し、スライスかかればいいなって思います。はい。お願いします。はい。大丈夫？奥行ってんじゃない？いいんじゃないの？いやー、ちょっと行っちゃうかも、奥まで。あら、優しいなぁ。いや、俺もやるよ。え、何を？今の。何を？別に、鈴蘭ちゃんだけですけど、俺もやるから。あ、ヘッドカバー拾う。うん、拾う。そうだ、別に何のアピールだよ、それ。アピールしなくてよくない。俺もやるから。出てきましたね、今日も。ごめんごめん。カメラマンだ、ごめん。カメラマンだ、乗ってました。行きましょう。女子は410ヤード。410、長いですね。長い。女子とはいえ、レギュラーでやってるからね。そうなんです。そうだよね。はい、お願いします。ありそうだよね。夏に止まってるかと思います。足超長くないですか？さっきから思ってる。足。いやいや、生えちゃうんですよ、長いの。いや、二人とも俺らと変わんないですよ、足長さ。確かに。うん。並びたくない。あれ、顔が紹介してあげて。見えてない。いやー、すずらんちゃんね。この間、ご一緒した社長さんが、今日も可愛いねって言った後、なんか名前書こうとしたんですよ。俺、老眼で見えないんだ、言ってたから。見えてないんじゃん。あ、そういうことね。そう。そういうことね。そういうことよくあるから。では、お願いします。お願いします。マジか。狙ったね、今フェード。打ったね、フェード。なんで向かったんですか。わかるよ。ドローとと思ったんですけど。あ、そう。あ、このね、アマチュアあるあるで、イメージと逆が出ると、ちょっと。次のショットに影響することあるんですけど。そう、なんか気持ちね。あれ、なんで今ドローのイメージ打ったのに、逆球出たんだろうみたいな。今のスイングだったら、完全にフェード打ってるよ。まあでも、鈴蘭ちゃんのスイングは独特だよね。まあその、いわゆるオーバースイングじゃない？はい。でも、それは、それで直そうって思った時ありました？ありました。あ、やっぱそうなんだ。オーバースイングじゃなくて、標本になぞらえたものをできないといけないなっていうのがあったんで、でもやっぱ、スイング改造ってね、きついですよね。いや、きついですよ。もう長年このオーバースイングでやってたから、今、スイングを変えることよりも、スコアをまとめるゴルフの方が、そうだと思います。早いのかな？いや、早いと思う。そうね。どう思いますか？いや、僕は、これぐらい打ててるんであれば、別にオーバースイングでも、で、いいと。で、メリットとしては、鈴蘭ちゃんの場合は、ある程度、やっぱダンスとかもされてたんで、体が柔らかいんですよ。なので、オーバースイングしたとしても重心が起き上がったりとかはしないんで、僕は全然オーバースイングでも全然いいと思います。そう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 。あとですから。そう。できれば大丈夫。もう全然大丈夫。女子の選手でもオーバースイングっている？いるいるいる。まあ結構代表としてはさくらちゃんでしょ。あ、さくらちゃんね。うん。でもあれちょっとオーバースイングの人は結構いる。あんまり悩まなくていいんだ。結構言われるんですよね。でも、そのオーバースイング早く直せ、みたいな。でも、そこはね、一番突っ込みやすいところだからだと思うよ。オーバースイングは悪みたいな感じあるからね、猫さんね。全然悪じゃないです。リズムなんで。リズムスポーツなんで。嬉しい。そうそうそう。じゃあ、私からですね。はい、お願いします。ちょっと打った後に、もしよろしければ、なんか、ポイントをお聞きしてもよろしいんですか？どうぞどうぞ。187ヤードまだまだあるので、5番ウッドで。5番ウッドですね。はい。動かないと思うんですけど。イメージはどういう感じですか？今、捕まえていきたいなってイメージでいってるんですよ。まあ、ドローかけに行くような。そうです、はい。あ、もともとスライサーだったりする？もともとはドロー出てたんですけど、でもなんかここ最近アウトサイドインがひどくて、あ、ひどいの？なんでインにする練習をしてたんですよね。あー、なるほど。手でこう打っちゃう癖がすごく強かったので、たまたまこの間、ドローを打つレッスンっていうのを受けまして、ちょっと分かんなくなってるところであります。なるほど。はい。結構だからドローを打とうとして、インに引こうとすると、結構右腕畳みすぎちゃうっていうところがあって、はいはい、まあこれ僕の試験なんですけど、結構右腕をずっと伸ばしっぱで、ずっと伸びてるような感じで持っていって振るみたいな。これぐらいでも腕を大きく振ればアーチが大きくなるんで、はい、結構絞ってきちゃってる、こう。このぐらいの。それぐらいでいい、それぐらいでいい。勝手に折れるまで伸ばしとく。普通な感じです。へぇー。全然腕は長く使うっていう。はい。まあイメージでやってみてください。わかりました。ありがとうございます。なんかもう、私の肘関節なくなっちゃったみたいな。ああ、いいわ。長く長く伸ばすっていうね。肘関節ないです。うわぁ！まっすぐでしょ？まっすぐ出た！ナイス！ナイスです。せっかくオーバースイングっていうそのメリットがあるんで、はい、オーバースイングもこうやって畳んでこう上げるんじゃなくて、腕を伸ばしながらある程度オーバーになっちゃうっていう方が全然メリットがある。しかもオーバー減るよね。減る。実は。いや、減ってた。本当ですか？実は減るんです、あの動き。すごい。俺アマチュアですけど。何自分の手柄みたいなこと喋ってるんですか？俺が言ってたから。あ、そう。大ちゃん、第2打。何ヤードですか？185ヤード。クリークで。かっこよ。かっこよ。いや、うまいわ、ナイス。そのギャップいいよね。ギャップあります。その力強いショットと、このキュートな感じがこう、いいよね。ギャップが。意外と力強いよね。何ヤード？飛んでるね。アゲンストだよ。え？アゲの140フライヤー。うん。ピッチングだ。ピッチングですかね、これ。フライヤーのライヤーを。うん。えぐいな、ピン。こういうさ、めっちゃ右のピンの時どうしてんの？いや、これはもう。ピン狙うの？ピンの左狙って、ピンから1本、2本目の木ぐらい狙って、そこからフェードしてくれれば。いいかなぐらいですね。なるほど。はい。ピッチング？ピッチングで。はい。まあ手前でしょうね。ああ、戻ってる。届いた？あ、届いてるよ。430ヤードセカンドピッチングだからね。打ち下ろしだから。なんかカッコつけてんな。え？いつもより。やっぱおかしいです。え、かっこいいですよ。かっこいい？やっぱかっこいいっすか？イケオジ。ヒゲが似合うって、本当にイケメンじゃないと。うん。本当のじゃあイケメンってことでいいんですか？本当のイケメン。あら。ヒゲない方がダメって言われる。ヒゲあった方がいいっていう人が8割9割。だから男の中の男、三髄の勘。なるほど。これはじゃあモテますね、ゴルフも。最高ですよ。こんなに濃い男性久しぶりになりました。濃い男性。濃い。教えていただいた魚の方がもう深くて。ねえ、あれだったらより寄せワンしやすかったですね。うん。69ヤード何番で打ちますか？46度。いいんじゃない？いいんじゃない？おお入った？入ったまであるよ、これ。入るまでありますね。どうや。うん。どうや。何ですか？しました腕。あ、今アプローチもでしょ？はい。そう、やっぱそういうことだよ。全然おばせんじゃないもん。ありがとうございます。うん。なんだろう。なんか強烈な違和感を感じる。強烈な違和感感じる。これタイちゃんか。あ、もう一転がり。読んでください、じっくり。いや、これ難しいとこ切ってんな。ねえ。劇的だわ。すずらんちゃんよくそこに寄せたな。完璧だわ。うん。これは拾いたい。ねえ。さあ、たえちゃん。26歩。おい。いいんじゃない？うまいよ。いやー、でもナイスタッチ。はい、どやちゃん。15、16本。はい、バーディートライ。さすがナイスパー。では山内さん、はい、ずらんちゃん。これは拾いたいぞ。これ難しいね、ちょっとね。難しくないです。いやいや、まさか切れるよね。あー、切れたわ。うまい。どんまい。うまいです。さあ、たいちゃん。あー、切れない。OK です。どんまい。優しいな。ついてきてくれた。いやー、ごめん、私がライン変に惑わせたよね。いや、でも難しいよ。猫さんは難しくないです。難しくないですね、あれは。難しいと捉えない方がいいですね。だから最初に難しいって言われるとね、そう、難しくなっちゃうから、やっぱ簡単、まっすぐズドンです。はい、まっすぐズドンです。5番390なんですけど、240ヤードのパー4なんです。回収っすね、これね。グリーン回収につき、ワンオンチャレンジ。まあ、ここからだと、でも最近の PGA はこれがパー3ですからね。そうだね。頼みますよ、ちょっと。いいとこ見せてください。250ヤード。ピンまで。はい。ピンまで250ヤード。でかいんだよな。ウッドでいいでしょ。ユーティリティとか。スプーンでもでかいでしょ。まあ、風が切ったらもしかするとでかいかもしれないですけど、まあ低いんで、はい、奥のグリーンの右バンカー狙いで。奥のグリーンの右バンカー狙い。はい。でそこからまあフェードしてくれれば。はい。いったよ。いやー、ちょっと手前だこれ。薄い。手前だ。多分20ヤードぐらい。え？薄かったですね。薄かったです。まあでも220、30いってんでしょ？はい、女性とあんま変わらないです、男性が。これは1度半でプラスしなきゃぐらいじゃない？いや、だから、ドヤはパー3です。女性はパー4です。そうです。35になる。そういうことです。ちょっとややこしいですけど。はい。はい。240ですもんね、パー4なのに。そうです。タエちゃんもワンチャンいきそうだけどな。あ、タエちゃんもパー3？男らしいね。いけそうだもんね。フォローだしね。うん、うお。マジでちょっと捉えられなかったけど、乗ってる可能性もあるね。乗ったもんね。ランまで計算してたよ。確かに。スズランちゃん。いいとこじゃない？うん、ナイスショット。いやー、ですね。でもパー4なんて。あ、そうだった。はい。私だけパー4だった。ただね、スズランちゃんはね、市原出身ということで、まあ僕と同じ千葉県民なんですよ。そうなんです。ああ、親善大使？そう、市原のプロモーション大使。すごくね。観光大使とかそういうことではなく。ああ、でも。大使になれるってことだね。すごいよ。PR しなきゃいけないポジション。まあまあまあ。そう。市原の名物って何だろう。市原ならではのラーメンがあって、ラーメン餃子のお尻じゃない王将ラーメンっていうラーメン屋さんと、若鷹ラーメンっていうラーメン屋さんがめちゃくちゃ美味しくて、これは市原でしか食べれない醤油ラーメン。あ、そうなんだ。ちょっと富山ブラックに似てる感じですね。そうなんだ。そのご当地ラーメンあるんですね。あるんです。知らなかった。皆さんぜひね、まあ、市原はね、ほんとゴルフ場がね、いっぱいあるんでね、ぜひ、帰りにでも。ラーメン、ほんと美味しい。あ、そうなんだ。あと、ラーメンランドっていう中華屋さん。ラーメンランド。コンペの後めっちゃ使われる。へぇー、そうなんだ。めっちゃある、まだまだあるよ。さすがだね。いや、でもさ、200話ぐらい来てんだね。飛ぶよね。そうだよね。ちょっと230ぐらい飛ぶのスズランちゃん。すごいね。45ヤード。52度。ちょっと中途半端な嫌な距離っすよね、この。だったらしっかり50打ちたい。そうね。買うときプロどうすればいいんですか？中間ね、これ聞きたいですよね。52だと、ちょっと逆に難しいかもしれないね。クラブ選びですか？逆にもっとロフト寝てる方がいいかも。58とかの方がダイレクトにいけるかな。なるほど、上りだしね。そうそうそう。ああ、早く聞けばよかった。52だったら結構手前に落とさなきゃいけないから、落とし場所が限られちゃうっていうイメージになる。もうちょっと58で大きく振って。そう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 。25ヤード。60度。うまいね。フックじゃないんだ。まっすぐいった。15本。はい。58。当たれ。どんまいどんまい。たえちゃん250でここまで来てっからね。すごいよ。うまいねー。ナイス。ドヤちゃんが一番、ドヤちゃんこれパーパットだからね。パーパットですね。ややこしいことになりません？俺とたえちゃんパー3で。やめよう。そう、編集隊なんかやめましょう。何言ってるんですか？1打もらったということで、はい。1打、そう、6枚ってことになってるね。じゃあ僕パーパット。3メートル弱。まあ一応バーディーパット。切れないの。切りすぎなんだよ。え？切りすぎなの。読みすぎ？読みすぎ。あ、そう。いやー、すごい。ナイスパー。即席グリーンなんでちょっとね。ナイスパー。今だからあれですよね、ライン消してましたね。はい、もうぶち込みに行きました。そう、それ。そう。いいね、たえちゃんか、ピン抜いていいね。じゃあバーディーパットになるの？バーディーパット。そうだね。蹴られちゃう、どんまい。ナイスパー。毎回惜しいね。なかなか入らないね。ちょっと今日グリーンが合ってないかもね。教えようか。ナイスパー。このおじさん教えるなんだよね。プロに教えまするやつ俺ぐらいだから。アマチュアで。プライベートでゴルフ行くときとか、朝1時間ちょっと早く行って、2時間前にゴルフ場に着くようにして、練習長くするとか、結構本番ぶっつけになっちゃってますね。またなんか東京に住んでると練習する場所がなくて、普段練習はどこですか？普段は、シャバシバとかで、いよ、都内は。え、今いくらぐらいなの？一級いくらぐらいなの？20円ぐらいでしょ。20円？平日ですよ、平日で。30円。そうそう。30円？今夜は時間制になったけど、1時間で5、6千円取られるから、今夜は。あ、そう、1時間2000円でできるインドアゴルフがあるんだけど、都内に。ああ。ゴルフハウスだ。そうです。下町に何か所かございまして。猫さんがやってる。下町のどこですか？ですね、小岩、平井、鹿浜、綾瀬。え？めちゃくちゃ近いじゃないですか。僕は近いですよ。だからレッスンで使ってくれてますよ。そう、使ってます。新小岩めちゃくちゃ行くんですよ。あ、そうなんだ。小岩にもございます。ですよね。スナックによく行くんで。スナック帰りに寄れます。あ、もうでもいいし、スナック行った後行っても大丈夫です。めっちゃいいな。会員制じゃないんで。ちょっと時間がし、あ、もちろんです。もう、いくらでも使ってください。